クリスティアン・モリナーロは、イタリア・バロデッラ・ルカーニャ出身のサッカー選手。セリエ B、ベネツィア FC 所属。ポジションはディフェンダー。2006から2007シーズンは AC シエナで活躍し、2007年夏に保有権を所持していたユベントス FC に復帰した。2007から2008シーズンはキラーポジションをつかみ、パベル・ネドベドと好連携を見せている。しかし、その後はファビオ・グロッソやパオロ・デ・チェリエにレギュラーを奪われてしまい、出場機会を求め、2010年1月6日に、ドイツの VfB シュトゥットガルト移籍金380万ユーロの買取オプション付きで、期限付き移籍。見事レギュラーとして復活し、6月30日に4年契約で完全移籍することが発表された。2014年1月、母国、セリエ A のパルマ FC へ完全移籍した。同年6月、トリノ FC に1年契約で移籍。2018年7月、フロジノーネカルチョに移籍。2020年1月15日、ベネツィア FC に移籍。2010年8月6日には、イタリア代表に初招集。8月11日の国際親善試合コートジボワール戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。